心を許した女性に男性はこんな態度を見せるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE の方でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄の方に公式 LINE、LINE アットへのリンクが貼ってありますのでそちらの方から合わせてご登録くださいませ。男性がそれまでは少し警戒していたんだがいざこの人には心を許そうかなと思って心を許した時女性に対してどんな態度や行動を見せるのか、今日はそんなお話を6つの代表的なポイントからご紹介をしていこうと思います。そもそも心を許してくれるような男性との、ね、ご縁をどこでどう結べばいいのかというご縁の話についてはこういうセミナーで詳しくご紹介をさせていただいています。年内は福岡大阪にお邪魔する予定なので、まあ、近県の方は、ね、こちらにお越しいただくといいと思います。こちらに画像が出ていて日程や場所は下の概要欄説明欄に出ていますのでそちらの方から、ね、詳細ご確認いただくとか、まあ、こちらにも同様のリンク出てますからこちらの方から、ね、ご確認いただいて、まあ、こちらにお越しいただければいいんだけども、まあ、今日は男性が、ね、女性に対して心を許した時、まあ、今まではそんな態度取ってなかったんだけど最近あれなんだろうこの態度なんでこういう行動に彼は変わってきたのかなという時それはあなたに心を許しているからじゃないですかと、まあ、いうお話です。6ついきたいと思いますがここでご紹介差し上げるお話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので個別具体的なご質問ご相談については、これは僕の個別セッションにお越しいただければあなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、これもね下の、リンク先からホームページとでいただくか、こちらに同様のリンク出ていますからこちらの方からねホームページ飛んでいただいて、これはセミナーではなくて1対1のマンツーマンになりますので、あなたのご都合に合わせてお申し込みくださいませ。ということで今日は男性が心を許した時に見せる態度、これをご紹介していこうと思いますがそのうちの1つ目はこちらです。はい、距離が近くなるんです。物理的な距離ですね。あなたに直接触れる触れないということもあるんだけども、まあ、またねあなたの方から距離を近づけた時のレスポンスということでもあるんだが、これまではねちょっとこう距離があった、まあ、椅子に座ってもねちょっと離れたところに座っていた方がググッと近いところに寄る、またあなたがねググッと近いところに寄ってで座った時にも彼はそれに対してね違和感なく受け入れてくれる、まあ、これまでだったらね、ちょっとこう腕とか触った時に別に悪意なくね体もなく腕を触った時に、なんとなくしれっとこう彼は避けるような態度をとっていたものがそのまんまねそれをすんなりと受け入れてくれるようになる、まあ、話をする時もね、今までよりも少しこう距離が近いというかね顔が今以前よりもちょっと近いかなというところでこうお話をしてくれるようになる、まあ男性はどうしてもね、まあ男性に限らずか女性もそうなんですけどどうしてもこう異性との関わりを、ね持つ時に別に異性として意識しているわけじゃなくてもやっぱりこうちょっと距離を取らなければいけないなっていうふうに思ってしまうことがこれはまあ社会通念上の一般常識としてね、近くにいると、まあ、やらしい人だと思われるとかね相手に警戒心を抱かせるっていうようなそういう思いもあるし、まあ、それ以外にもやっぱりこう自分と違う生き物だからそれに対する警戒心みたいなものが自然にね生まれてしまうことがある。それによって、どうしてもね距離ってある程度こう保ってしまうんですよね。それがふっとね何かこう壁がなくなったかのようにあなたに距離を近づけてきたりあなたが距離を近づけた時にそれに対してね受け入れてくれたりとか、今までと明らかに物理的な距離が近いよね、それに対して明らかに違和感を抱いていないよね、そんなことを感じることがあるならば彼はあなたに心の距離がね近づいてる、それはつまりあなたに対して心を許し始めているというふうに思っていただいてもいいのかもしれません。もちろんねただ誰かで構わず距離感のおかしいおじさんとかさ、まあ、これ女の人でもいるけど明らかにね距離が近い人っていたりするじゃないですか、まあ、そういう人はね誰に対してもそういう人であればまたこれまでもそうだったんであれば、まあ、そこはあまり、ね、変わってないのかなというふうに思っていただいていいんだけど、今までだったらちょっと距離があった人が、距離がすごくねググッと近づいてくる、まあ、ここの対比というところで見た時に変わってるなっていうんであるならば
彼の気持ちっていうのはだいぶあなたに揺れ動いてるというかね、まあ、心を許し始めてると思っていただいていいと思います。まあ、今ちょっとお話し上げたようにね、あくまでも過去との対比なんで、ね、彼が今どう思っているかというのは今がどうかということではなくて、これまでどうだったかというところとね合わせてみていただくといいのではないでしょうか。こちらに画像があってね、こちらにリンク先があるから、まあ、このあたりちょっと合わせてご確認いただきながら、彼との距離がね今までと比べて明らかに近いよねという時はあなたに心を許し始めていることであるというお話です。さあ、そして2番目はこちらです。はい、自分のことをね、話をしてくれるようになるんです。まあ、自分の生い立ちであるとかね、まあ、仕事、まあ住まい、家族関係であるとか、そういったことをあなたに対して積極的に話をしてくれるようになる。人は誰であれ自分以外の他者に対して自分の話をすることってあんまりないじゃないですか。まあ、自分の話をしてね面白いかなっていうのもあるし、まあ、自分の話をしてねなんかこういらん腹を探られても嫌だなとか思うような警戒心もあったりする。またこの話そのものにねなんか意味があるんかっていうような、まあ、何かそういう損得で考えてしまうところもあったりするから、あんまりこう自分の話をねしない。まあ、中にはねさっきも言ったように普段から誰に対しても自分の話をしたがれおじさんみたいなね、まあ、自分語りが好きな人もいるから、それはそれでそういう人でいいんだけど、まあ、そうじゃなくて今まではあんまり自分のことを話してなかったけど、まあ、あなたがね、聞けば話をしてくれるし、まあ、そちらにね、どうなのっていうことをちょっと聞いてみたら、まあ、こうなんだよっていうことを素直に答えてくれる。まあ、もちろんそれはねあなたに対するこういわゆる本気の恋愛感情みたいなものを抱いているから自分のことを話すっていうのもあるんだけど、そういう話もねこの話の中で、ご紹介差し上げました。こちらに画像があってこちらにリンク先がある。まあ、自分のことをねこう話すっていうのはある意味本気で好きだからという証拠でもあるんだが、そのもう一個手前のところでまずやっぱり心を許してるっていうこともありますよね。だからね、警戒してる相手に自分のことを話すかったら話さない。ただ口下手な方っていうのもいるし、あんまり普段から自分のことを話し慣れてない人っていうのもいるから、聞かないとね話してくれないかもしれないが、聞けばちゃんと答えてくれるかどうかなんですよね。まあ、聞いてもなんかね、いやなんかその話ってなんか意味あるのとかね、聞いてもなんかむにゃむにゃむにゃっつって、なんかねこうはぐらかすような人であるならばまだまだ警戒されてるんかなと思っていただいていいけど、まあ、自分の方からね、積極的に自分の話をしてくれるであればそれはそれで心を許してくれるであるという、まあ、理解であると同時に、あなたが聞いたことに対してね素直に答えてくれる。まあ、兄弟何人おるんとかね、まあ、学生の頃どうだったんって言った時に、今までだったらいやそんな別に俺のことがどうでもいいじゃんよなんていうことを言っていた人が、いや俺こうなんよ、いや俺こうだったよということを素直に言ってくれてるということは、それは心を許してなきゃさそんなこと言わないよというお話です。さあ、そして、3番目こちらですね。はい、未来の希望についてね話をしてくれるんですよね。未来の希望というのはあなたとの未来ですよね。あなたと今後どうしていきたいかという話であるとか、あなたと今後ねこういうところに行きたいよねとかね、まあ、それは、こういうお店でご飯を食べたいよねとかね、こういうところに旅行に行きたいよね、まあ、こういうところに住みたいよねとかね、まあ、こういう遊びをしたいよね、こういう付き合い方をしたいよね、まあ言い方表現の仕方いろいろあると思います。まあ、今までだったらね先のことなんかあんまり話をしていなかったのが、まあ、いよいよねちょっと先の話が出てくるようになった。半分はね社交辞令なのかもしれない。でもその社交辞令にしたってさ、やっぱりそう思っていないと、まあ、そういう気持ちが少なからずないとそんな社交辞令さえ出てこないので、ということは今ねあなたに心を許していて、まだこの先の可能性、この先のお付き合い、それは男女のお付き合いになるのかお友達としてのお付き合いになるのか分かんないけど、でも今の時点ではあなたとこの先のことも考えていますよ。まず僕は今心を許して一回あなたともうちょっと近づいていきたいし、まあ、2回目3回目4回目この後のことの展開をまあ考えていきたいなということを表現しているということだから、何かしらねあなたに対して、まあ、俺はこういうふうにしたいな、君とはこういうとこ行きたいよね、今度ね一緒にこういうご飯ところにご飯食べ行こうよみたいな話がちょいちょい出てくるのであるならば、それはまずは一回ね、俺心許すからちょっと一回仲良くなろうよ、もう一回こういうところに行ってみようよということを、まあ、言ってるんだというふうにね思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして、4番目、はい、自分の世界に入れるということですよね。人にはみんな自分の世界があるんです。まあ、男性もそうだし女性もそうだし、まあ、そこそこね大人になれば、まあ、住んでるところもあるし職場もあるし、まあ、趣味もある、まあ、自分のね思想心情みたいなものもあるでしょう。それをあなたとやっぱり共有したい。そしてさっき言ったように自分のことを話すのと同じように自分の世界をねあなたに見せる、話したことを現実の世界としてね
あなたに体感をしてもらって自分のことをより知ってもらう、そして同じ世界をシェアすることでより関係性を深めていきたい、そう思う。そして何よりも心を許しているからね、ちょっとこう知らない人に入ってきてほしくないなっていうところでもやっぱり全然入ってきてほしいし、それをね一緒に体験をしたいなっていうふうに思うということ、それは自分の行きつけのね飲み屋さんに連れていくことなのかもしれないし、自分のね趣味の領域、まあ例えばね山登りしてる方がじゃあ一緒に山登ろうよっていうふうに言うのか、ゴルフやる方がね一緒にゴルフやろうっていうのか、まあね好きな漫画がある方が一緒にねこれは読んだ方がいいよとかね、まあ好きなアニメがあってそれを一緒に見ようよっていうふうに言うことなのかもしれないし、まあ世界をねあなたにお見せをしてそれを共有したいというふうに考える、そしてそこにはあなたも入ってきていいよ、いやむしろ入ってきてほしいみたいなね、まあそんな態度をあなたに見せる、お友達にね合わせることなのかもしれないです、今までだったらね、そういう世界を全く見せてくれなかった人が、あ今度友達来るからさちょっと一緒にね来てご飯食べようよっていうふうにまあ言ってきたりとか、今言ったようにねこの漫画一緒に読まない、ちょっと一回読んでみないとか、言うとかね、まあなんかそういう趣味の世界に一緒に行こうとか言ってくれる、あれなんだろうこの人最近なんか自分の世界にね私を入れようとしてるな、どういうことっていうふうに思うのはそういうことだっていうね、ことであなたのことを、好きとはっきり言えるかどうかっていうのは微妙だけど、まず心を許してるということに関しては間違いないよねというふうに思っていただいていいと思います。さあそして、5番目ですね、はい、習慣に組み込むんですよね、あなたとの時間を。男の人は習慣が大好きだという話はね、このチャンネルの中では一貫して申し上げている通りで、男性は自分の習慣が好きで、基本的には今日と同じ明日、明日と同じ明後日、現状維持が大好きなんです。しかしその現状をね、多少変えてでもあなたとの時間を作りたい。そしてなおかつあなたが入ってきた新しい習慣というものを作っていきたいんですよね、例えばね、まあ、今までは週末はまあゴルフ行って家帰って寝るっていうだけの時間の中に、まあ、あなたとの時間を過ごすっていうものがパターンとして入ってくる。だから突発的にあなたに誘いの連絡を入れるということではなくて、もうあえてね誘わなくてもなんとなく自然にねもう会う時間ができたりとできてるとか、まあ、彼がね、こういう場面に行く時には必ずあなたも一緒に行くようになっているとか、何かこうあえて言葉にしたりとか約束事をしない中でもなんとなくね彼との時間が出来上がってしまっている。あれなんだこれ、なんで彼のルーティーンの中に私が入ってるわけ、この時間っていうのは何、彼の都合で私そこにはめられてるのっていうふうに、まあ、思うかもしれないけど、それはある意味では彼にとってねその大事な大事なこの習慣というものにあなたを組み込んでいるということは、まあ、よっぽどね心を許しているというか、まあそれはもう許しているどころか完全にパートナーとしてというか、まあ恋愛相手とぐらいね、まあ、思ってると思っていただいていいのじゃないかなと思います。まあ、男の人がどれぐらい習慣が好きかっていうお話はね、さっきも申し上げたようにこれまではこのチャンネルの中で随分ご紹介させていただいていて、こういう動画の中でもね同じようなお話差し上げていると思います。こちらに画像があってこちらにリンク先が出てます。まあ、関連する動画はね他にもいくつかご紹介差し上げているので、まあ、チャンネルご登録いただいて合わせてご覧になっていただければいいんだけど、彼がね習慣の中にあなたを組み込んでいるというか、まあ、いつも大体同じパターンで連絡してくるよねとか、まあ、いつも大体会うパターンは同じだよね、なんか新しいことしようとしないし一体何なんこの人っていうふうに思うかもしれないけど、それは習慣に組み込むイコールあなたのことを大事に思っているし、あなたに心を許しているというふうに思っていただいた方がね、まあ正解なのかなというふうに思います。さあそして最後6番目です。はい、まあこれ男女関わらずですね、相談をするんですよね。まあ相談、時にはお願いかもしれないし、時には力を借りることなのかもしれない、あなたのね知恵を借りるということなのかもしれない。とにかくね相談をするということはやっぱり心を許してない相手にあなたも多分相談しないと思うんですよね。この人だったら大丈夫かなとか、この人だったら分かってくれるかなとか、まあ、この人だったら秘密を守ってくれるだろうかなとかね、まあいろんな要素があると思うんです。でもそれを総じて何て言うかというと、大体心を許してるからその人に対していろんな話をするわけじゃないですか。つまり自分の弱みを見せるわけですよね。自分の話もするし、まあ、将来のことについて話もするし、まあ、時にね必要であれば自分の世界もちゃんとお見せをした上で、俺今こういうふうに考えてるし、まあ、こういうところでね問題を感じている、それについてねどう思う、俺は、ねこういうことについてこう考えるんだけど君の考えも聞きたいなとかね、
言い方とか相談の仕方ってあると思いますよ。ある意味彼から見た時に、あなたから見た時にね、彼がちょっとねこう弱そうに見えることがあるかもしれないし、なんだこの人ね、ちょっと弱っちいなっていうふうに思うかもしれないけど、あえてそういう弱みを見せてまでね、あなたに対して相談をするということは相当心を許していないとそういうことはしないのでね、まあ、ちょっと愚痴めいた話っぽくも感じるかもしれないけどさ、でもそういうことも含めていわゆるね相談というカテゴリーに入るようなコミュニケーションをあなたに振ってくるということは心を許しているからであって、まあ、そういう人でなければね、さっきも言ったようにこれは男性女性また男同士女同士でもそうだと思うんですけど、心を許してない相手に相談をするかしたら多分しないですよね。まあ相談の内容にもよるけど、でもその相談の内容がさ深ければ深いほど、そして彼にとって重大であればあるほどあなたに対して許している心のね領域っていうのは広いというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。ということで全6項目ご紹介を差し上げました。まあ現時点ではね心を許しているというお話なので、まあ、途中で申し上げたようにイコールそれがじゃあ恋愛感情なのかというと、まあ、そうである場合もそうでない場合もあると思います。ただまず心を許し合わないとお互いそこから関係深まっていかないのでね、でこの人をね私のことどう思ってるのかなっていうふうに感じた時に彼がねこういう態度を最近ねよく示すなというふうに思うのであるならば、まずは心を許してくれてるということに関しては間違いないよねというふうに思っていただいていいと思います。まあ、逆にねこの辺りでちょっと彼がブロックを感じてるんであれば、いやまだちょっとここに壁があるなと、じゃあその壁をどう取り除いていこうかなというふうに、まあ、考えていただく、まあ、そのための話はねこのチャンネルの中でもいくつかご紹介差し上げてるんで、まあ、これもまたねチャンネルはご登録いただいて他の動画と合わせてご確認いただければいいんだが、まあ、大体こういう態度を示すと彼はあなたに心を許していますよねと、いうことでした。ということで現場からは以上です。